緑色の部分がギズボーンの位置ギズボーン地方はニュージーランド北島東海岸に位置する地方区であり都市。周辺地域面積はおよそ8355平方キロメートル。周辺地域人口は45900人。北島北東部東岬に位置し太平洋に接する地域。周辺地域人口の75%はギズボーン市に在住している。 地域名は植民地初期間に総統を務めたウィリアム・ギズボーンから取り命名された。ギズボーン市はポバティワン北端に位置する町。人口は33,700人。日照時間が長く豊かな土壌を持ち、3つの大きな川の豊かな水量から落農、畜産、園芸、農業、ワイン醸造用ブドウの栽培など多くの農産品を栽培、生産している。 1769年10月8日にジェームズ・クックとエンデバーがニュージーランド初上陸した地として伝えられ、なぎさにはクック上陸の記念碑が建てられている。国際日付変更線に最も近い町であることからニュージーランドで最も早く目覚める町でもある。下記の都市はギズボー,ーン地方とではなくギズボーン市と姉妹都市関係にある。ありがとうございます。